メルギブソン、メルギブソン、メルギブソン、本名、メルコール・ムキーラ、ジェラルド・ギブソン、1956年1月3日イ、は、アメリカ合衆国のニューヨーク州生まれの映画俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサー。身長177センチメートル。アメリカ生まれだが、父親の事業の失敗で1968年に、家族で、 オーストラリアに移住した。11人兄弟で育つ。ジェフリー・ラッシュとは大学時代のルームメイトだという。ジュディ・デービスらと共にオーストラリア国立演劇学院で学び、1979年にアクション映画マッドマックスの主役で脚光をアビスターの座を掴んだ。オーストラリア映画で活躍した後、1982年にアメリカ映画初出演。 リーサルウェポンシリーズなどで人気を確たるものにした。監督業にも乗り出しており、1995年のブレイブハートでアカデミー監督賞を受賞。2004年には資材30億円を投じてイエス・キリストの最後を描いたファッションを制作。作品への評価は賛否が分かれたが、工業的には空前の大ヒットとなった。しかし、2010年7月、 下記の恋人に対する DV 騒動により、ハリウッド大手のウィリアム・モリス・エンデバー・エンターテイメント、ワムはメルの代理人形を辞めることを発表。また、この影響で予定されていた、ハング・オーバー。史上最悪の二日酔い、国境を越えるへの出演が中止になった。歴史スペクタクルを監督する際は、あまり知られていない役者を起用し、当時使われていた言語や衣装。 時代考察に徹底的にこだわって制作をすることで知られるが、そのこだわりは歴史的リアリティよりも彼の個人的なイデオロギーを表現することに注がれる。そのため、アポカリプトを制作した際は、マヤ文明の研究家や関係者から激しい非難を受けた。熱心なカトリック教徒であり純潔運動家としても知られており、否認や 妊娠中絶への反対をメディアに公言している。教会を所有している。1979年に看護師のロビン・ムーアと結婚し、男の子6人、女の子1人の計7人の子供がいる。2006年から別居し、2011年12月離婚。その間、2009年5月、ロシア人の歌手との間に子供ができたことが発表された。2010年7月、 オクサナへの暴言、暴行を行ったとされるテープが流出し、警察がドメスティックバイオレンス、DV として捜査を始めた。radronline.com、ER、e によると、オクサナの弁護士は、元妻ロビンがメルは絶対暴力なんて振るっていない。結婚の最中も別れた後もねと7月に証言したことに対して法廷への出廷を求めているという。また、 tmz.com によると、ロサンゼルス地方検事は、ドメスティックバイオレンス疑惑とグリゴリエバァノメルへの、強喝罪を、セットで調査を行った。また、2006年7月28日には、カリフォルニア州ロサンゼルス近郊にあるマリブの、幹線道路で、レクサス LS430 を運転中に、飲酒運転及び、時速6 7トル以上の速度超過などの、疑いで、 逮捕されている。この際に警官に対し、フンユダヤ人ども、世界の戦争は全部ユダヤ人どものせいだ、フキング・ジューズ、ジューズアーレスポンシブル s i b l e f オーズインザワールド、などと反ユダヤ的な差別発言を主とされる、を参照。逮捕後、ABC の TV 番組に出演し、とても恥ずかしく思う。酒が入ると、物を見る時のバランスが悪くなって、間違いを犯してしまう。 もう誰かを失望させるようなことはしたくないと公式に謝罪した。なお、ギブソンはファッション制作時にユダヤ団体から強烈な抗議を受けていた。総極性障害をかかっている。2010年12月、バンメディアインターナショナルによると、プライバシーが足りないとの理由からコスタリカに所有している豪邸を3、500万ドル、日本円で約28億7。 レ円で売りに出した。メルが所有している500エーカー、約61万2000坪の土地にはスタッフが常駐しており、ベッドルームが7部屋ある母屋のほか、2ベッドルームの家が2軒ある。それぞれの建物には、プライベートプールが完備されており、ジャングルに囲まれた土地は一部ビーチにも面しているため、バケーションには最適だったが、最近はパパラッチがコスタリカまでついてくるようになったという。 この土地は2007年にに580万ドル、約21億1、560万円で購入した土地で不動産エージェントは当初は保養地として購入しのですが、最近ではパパラッチが追ってくるようになってしまったんです、とコメントしている。メルはこの家以外にもマリブの邸宅を1、450万ドル、約11億8、900万円で6月に売りに出している。 を信奉する、超伝統主義カトリック教徒としても知られ、その信仰の厚さは、自宅近くの丘にチャペルを建設してしまったほどである。2004年2月公開の、パッション、日本公開は2004年5月では、イエス・キリストの処刑までの12時間をリアルに描いて、物議を醸した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。